<music> 富士市民の皆様市長の小永井義正です。 今日から師走に入り、今年も残すところひ月となりました。これから冬の寒さが本番となり、空気が乾燥する日が続きます。新型コロナウイルスやインフルエンザ対策としても、引き続き手洗いやうがいを徹底するなど、体調管理に十分注意して新たな年をお迎えください。 さて本市は令和2年7月に国から SDGs 未来都市に選定され富士市 SDGs 未来都市計画のもと市民や事業者への一層の普及促進と取り組み拡大を図っております。本年3月には富士市 SDGs 競争競争プラットフォームを発足し企業 市民団体行政などが互いに連携し SDGs 達成に向け一丸となって地域課題の解決を目指しています多くの方に SDGs について理解を深めていただくとともに市内の企業団体学校の SDGs 活動を知ってもらうため今月24日に 富士市交流プラザにおいて「輝く未来へ SDGs でつながろう」をテーマにしたイベントを開催します SDGs に積極的に取り組む推進企業等の登録証交付式や活動の事例紹介パネルディスカッションなどのステージイベントをはじめ SDGs カードゲームやクイズラリー 移動動物園など多くの体験学習コーナーを用意しています子どもから大人まで SDGs について楽しく学べるイベントですのでぜひ多くの方にご来場いただきたいと思います